ベジフルキッチンエッセンスへようこそ。今日はキノコの冷凍で炊き込みご飯を作りました。キノコ類は冷凍保存で旨味が凝縮、ままより美味しくなります。1. キノコ類は冷凍すると美味しくなるわけ。 2. しめじ、まいたけ、しいたけ、石突きはどこまで切るの？ちくわ捨てるの？ 3. 今回使ったキノコ5種類切り方。 4. キノコの冷凍ミックスの作り方。 5. 空気抜き、平らに薄く上手に冷凍するコツ。 6. 使い方、アレンジ。 7. ふっくら美味しいキノコの炊き込みご飯を作るポイント。以上7つをお伝えします。その他にも包まないキノコのミートパイはこちらでお伝えしています。概要欄をご覧ください。今回のレシピは FM 甲府ラジオ月中のカラフルキッチンでご紹介しました。このチャンネルは野菜ソムリエ料理教室エッセンスの大久保が料理のレシピや役立つ情報をお伝えするチャンネルです。お見逃しのないようにぜひチャンネル登録をして最後までお楽しみください。基本的に毎週土曜日夜8時公開予定です。材料はこちらです。冷凍キノコの�炊き込みご飯2合分、椎茸、舞茸、エリンギ、えのき、平茸など冷凍のキノコミックス、米2合、水 360ml、 酒大さじ1、めんつゆ大さじ3、冷凍キノコミックス 200g から 300g、 塩ゆでインゲン適量。材料は一旦停止してご確認ください。概要欄にも記載しています。Please stop and check the materials. It is also described in the summary column. それでは作ってみましょう。まずは冷凍キノコから。今回使うキノコは全部で6種類。それぞれをカットしてみます。えのきは石突きを取り、長さを半分にしてほぐす。石突きの部分は下から 1.5 センチをカットしました。あとは長さを半分にしてほぐします。上部の方はもうすでにバラバラになっていますが、根元の部分がくっついているので剥がします。しめじは石突きを取り、房分けをする。丸いままだと石突きが切りにくいので、このように半分にしてから平らな面を下にし、根元をカットします。なるべく無駄が出ないようにギリギリのところでカットしました。あとはボウルの上で食べやすいサイズに房分けしました。舞茸を房分けする。舞茸の石突きの部分って食べてもいいのか悩む方多いと思いますが、舞茸の場合は食べにくい石突きが入っていないので、このまま手で裂けば大丈夫です。舞茸はキノコ類の中でも一番ビタミン B2 を豊富に含んでいます。ビタミン B2 は肌や粘膜を健やかに保ち、肌荒れの予防になったり、脂肪、タンパク質、糖質を分解しエネルギーに変える代謝のアップにつながります。エリンギを長さ半分に切り、切り込みを入れて手で裂く。エリンギの小さな部分は切り取り、そのまま大きかったら手で裂きましょう。次に大きくて太い方のエリンギは、このままだと長いので長さを半分にカットします。そして手で裂きますが、裂きにくいのでこのように切り込みを入れてから裂くと簡単に裂くことができます。エリンギはコリコリとした食感が楽しめます。包丁で切るよりも手で裂いた方が断面が増えて味が染み込みやすく美味しくなります。平茸の石突きを取り、大きいものは房分けします。平茸も硬い石突きの部分は少ないので最小限に切り落とします。小さいものはそのままで、大きいものは手で裂いて食べやすい大きさにカットします。平茸は平べったい傘が特徴で、見た目が牡蠣に似ているので別名オイスターマッシュルームとも呼ばれます。キノコの味や香りが濃いのが特徴です。椎茸は石突きを取り、軸は裂き、かさはスライスします。石突きの硬い部分は切り落とします。椎茸を選ぶときは軸やかさの裏が白いものを選ぶと鮮度がいいと言われます。石突きを切り取ったら軸の部分も切り取ります。こちらは美味しく食べれるので捨てません。軸の部分にも旨味がたっぷりあるので手で裂いて無駄なく使います。捨ててしまう方も多い軸ですが、食感も楽しめます。次に椎茸の傘はスライスします。冷凍する場合はすごく薄く切るよりもちょっと歯ごたえが残る厚さがいいです。ボウルに入れてキノコミックスにする。キノコ類は1種類よりも複数種類を入れた方が美味しくなると言われています。まんべんなくミックスしてから冷凍用保存袋に入れます。この時あらかじめ使うことを考えて、使う分ずつの量に小分けにして冷凍します。我が家の場合 100g、150g、200g に分けて冷凍します。
用途に応じて使い分けられるので便利です。キノコ類は低カロリーで栄養が少ないと思われますが、ビタミン B 群やカリウム、カルシウムなどのミネラル、タンパク質を多く含んでいます。さらにキノコに多く含まれるグアニル酸などの旨味成分は冷凍によって増えることが分かってきています。なので使いかけで野菜室にしまってしなしなにしてしまうよりも、使いかけはこのようにカットして冷凍袋に入れて保存しておくと、鮮度も保て美味しくなり、すぐに使えると嬉しいことがいっぱいです。密閉袋に入れたキノコミックスは袋の口を閉じ、なるべく平らにならします。平らにすることで均一に凍り、冷凍庫の中でも場所を取りません。袋の端を少し開け、菜箸を刺します。空気が抜ける部分を作ります。そしてセーターの圧縮袋のように端からくるりと丸めていきます。袋の口を小さくして、空気が抜けたら端から菜箸を外し、袋をしっかり閉めます。これで真空状態になります。空気がたくさん残っていると食材の水分が蒸発し霜になって、霜焼きになるとキノコがパサパサになり嫌な匂いがついてしまいます。このようにしっかり空気を抜きましょう。冷凍庫で2時間以上冷凍する。炊き込みご飯のスタンバイをします。米2合はあらかじめ洗って水につけておきます。このようにまだ半透明の部分が残って吸水していないと、ご飯がパサパサして美味しくないので、夏場は30分、冬場は1時間ほど吸水させておきます。吸水後がこちらです。米がしっかり吸水して綺麗な白い色になってます。しっかり水を吸ってふっくらした米になっています。そこへ水を加えます。通常の炊飯の水400よりも大さじ2杯ほど水を少なめに入れてあります。そこへ日本酒大さじ1を加えます。次にめんつゆ大さじ3を加えます。今回使っているめんつゆは3倍希釈のもの。お使いのめんつゆと希釈が違う場合は調整してください。この時点で軽く混ぜ合わせます。そこへ冷凍キノコミックスを加えます。袋の上から冷凍をポキポキ折りながら凍ったまま加えます。わざわざ解凍しなくていいのでとっても便利です。キノコの量の目安は1合に対して 100g 以上、今回は2合なのでキノコたっぷり 250g 加えました。キノコを加えたらかき混ぜたくなりますが、かき混ぜません。ご飯の上で平らに均等になるように広げるだけです。かき混ぜてしまうと炊きムラができるので、キノコの上に上がったご飯が新米になります。今回は土鍋で炊いていますが、炊飯器の場合も同じです。我が家の場合は炊飯土鍋なので、内蓋と外蓋をして火にかけます。普段の白米のように炊飯する。炊飯土鍋の場合は強火で約10分、タイマーをかけます。土鍋が沸騰し蒸気が出てきたら火を止めます。そのまま15分蒸らします。蒸らし終わりがこちらです。蓋を開ける前からもうすでにキノコがいい香りしてきます。キノコは混ぜずに上に乗せて炊いてあるので、ご飯の炊きムラがありません。炊き上がってから空気を含ませるようにしてキノコを混ぜ合わせます。程よくおこげもできてますね。キノコが均一に混ぜ合わさったら器に盛ります。最後に彩り豊かになるように塩茹でのインゲンの小口切りをのせます。今回はインゲンですが、浅漬きの小口切りなんかでも大丈夫です。季節のもので彩りを添えてみてください。さあ美味しそうに仕上がりました。いかがでしょうか。それでは最後はテイスティング。冷凍キノコの炊き込みご飯、試食してみたいと思います。はい、キノコたっぷり4種類のキノコを使いました。それでは試食してみます。美味しそうです。キノコの旨味がご飯にしっかり入ってて、お米まで美味しいです。ぜひお試しください。ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。
あなたのいいねとコメントが動画を作る励みになります。よろしくお願いします。月中カラフルキッチンもお世話になりました。このチャンネルでは野菜果物を中心にお料理やお菓子のメニューをお伝えしています。日本人はお野菜が約 70g 足りてないと言われています。少しでも野菜果物を生活の中に取り入れて健康的に過ごせるお役に立てればと思っています。ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。毎週土曜日夜8時エッセンスで全員集合ということで毎週同じ時間に配信しています。お見逃しのないようにチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。 YouTube の他にも Instagram、Twitter、ブログ、TikTok なども配信しています。よろしければシェアいただけると嬉しいです。最後にいいねを押していただけると大変励みになります。よろしくお願いします。それでは今日も動画のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では。